13のよくある結婚後の悩みとその解決法。大なり小なり喧嘩のないカップルは存在しません。 2,3 年の結婚生活の後すぐに離婚してしまう夫婦もいれば、おしどり夫婦として金婚式を迎える夫婦もいます。幸せな結婚生活を末永く続ける秘訣って一体何なんでしょうね。今回我々は世界でも指折りの結婚カウンセラーたちの意見をまとめ、カップルが直面する13のよくある問題とその解決法を動画にしました。ではお知らせ。ブライトサイドの特等席は赤いボタンにあり、ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をお願いします。新着動画をお見逃しなく。1. 体重の変化。2017年グラスゴー大学の研究者が発見したこと。それは新婚夫婦が結婚生活1年目を終えた時、彼らの体重が平均して 1.3 から 2.2 キロ増加するという事実。そして一般的に見ると、既婚者の平均体重は独身者の平均体重よりも 5.8 キロ重いんです。これは生涯にわたる関係を結んだことによる安心感が原因だというのが専門家による分析。この幸せ太りをどう対処するのか。最善の方法はサイクリングやスイミング、夜間の散歩など。夫婦揃ってこの活動を行えば、健康的な生活を応援してくれる最高のパートナーと並んでエクササイズに励むことができます。 2. 子供が生まれた後の金銭的問題。オンライン金融アドバイスツールナードウォレットが行ったアンケートでは、ほぼ全ての夫婦が生まれてくる子供を支えるだけの経済的な準備が整っていないことを明らかにしました。またこの状況は収入の差によっても変化はありませんでした。13階級、労働階級、それぞれの家族は子供が生まれるとどうしてもお金が足りなくなってしまうんです。この問題の解決策は単純。1人目の子供が生まれるずっと前から貯金をしておくこと。買い物を賢く行うことも大切です。例えばお風呂のベビーカーやベビーベッド、衣服、その他の必要物資は新品を買うよりも譲ってもらう方がずっと安く済むはずです。またこれらの品物は育ち盛りの子供が数ヶ月の間に少し大きくなるだけで用済みになるもの。できるだけ中古で済ませたいものです。 3. 姑問題。もはやありふれたお話。心理学者の分析では、嫁と姑の間の確執が最も強いものになるのだそう。イブリン・デュバル博士の研究では、 67% の姑が義理の娘に対して何らかの不満を持ち、妻の 75% が夫の母親を嫌うという結果が示されています。しかもこの火花散る対立関係はどちらの側にとっても大問題。日本とアメリカの研究者たちは、姑と共に暮らす嫁は冠動脈疾患のリスクが 2,3 倍に高まるとしています。まさに嫁が私を殺すってやつ。義理の母との確執を避ける最善の方法は別居すること。そのチャンスがないという時には、お互いに対して丁寧で正直で裏表のないコミュニケーションを心がけましょう。一体何が不満なのかを伝え合うことも大切です。問題を見つけることができれば、共に解決することができるはずです。 4. 金銭感覚の違い。統計的に見ると、お金の問題が離婚の原因の多くを占めているようです。金融教育会社のラムジーソリューションズは、成人のアメリカ人1000人以上に対してこの調査を行い、同様の結論を出しました。結婚後、自分だけのものだった金銭事情が共同のものとなり、特にお互いの収入差が激しいと、これがストレスにつながるようです。そして多くの夫婦が問題が深刻化するまで金銭的な話を避けようとするんです。専門家はこの逆をするようにと常に勧めているようで、つまりはお金の話はあけすけに相談し合うのが良いということ。お金の運用の仕方も相談すると良いでしょう。貯金すべきか投資すべきか、自宅のリフォームをするべきか、来年の旅行に充てるべきかなどなど、これらの質問に一つ一つ答えておけば、
家族の金融戦略がはっきりとし、数年がかりの計画を立て、喧嘩を未然に防ぐことができます。5. 互いの趣味に不寛容。何時間もテレビゲームをしていたり、スポーツ観戦をしていたり、SNS から顔を上げなかったり、何やらよくわからないものをこそこそこしらえていたり、共通の趣味で知り合った夫婦ですら、その趣味が喧嘩の原因となることだってあるんだそうですよ。心理学者の言うところによれば、これは多くのカップルが経験すること。でも、これは別に愛が冷めたということではありません。むしろ、パートナーが自分の興味に没頭できているのはとても良いこと。これはこの後の項目でも掘り下げていきます。とりあえずこの問題の対処法はどうするのが良いか。これも簡単。好きにさせてあげればいいんです。自分より趣味の方が大切なの？とイラつく気持ちを抑えるのが重要。相手が自分以外の何かに燃えている姿を見るのが耐えられないという人は、ご自分が没頭できる趣味を探してみてはいかがでしょう。そしてそれにつながってくる話が。6. いつもずっと一緒。夫婦はお互いの絆を深めるためにも常に一緒にいる必要があるというのは大きな間違い。夫婦で共にするべきことがあるのはもちろん事実ですが、四六時中ずっとお互いのそばにいる必要はありません。お互いに飽きるのもずっと早くなってしまいますからね。パートナーはあくまでも他人であり、趣味の時間や自分一人になる時間が必要だということをよく理解しておきましょう。お互いの絆だってずっとベタベタしているよりも、それぞれの時間を過ごしながら深めていく方がずっと強いものになるんですよ。7. 記念日を忘れる。パートナーが結婚記念日を忘れた、ファーストキス記念日を忘れたなど、その他諸々の大切なデートを忘れられてしまうと悲しい気持ちにはなりますよね。相手がまるで2人の関係に無関心な気がして、実のところ完全無欠な人だって物忘れはするんです。過労が原因だったり、うっかりしていたり、もしかしたらその記念日は確かにパートナーにとって大した意味はないのかもしれません。その人にとって大切なのはあなたと過ごす毎日そのもので、カレンダーの上の印ではないのかも。大切な日をパートナーに覚えてもらいたいという人は、その日が近づいたらリマインドしてあげればそれでいいんです。がっかりすることも防げますし、忘れてしまって申し訳ない気持ちをパートナーが抱くこともありません。 8. マンネリ化。新婚生活が永遠に続いてほしいと思う一方、結婚生活はそういう風にはできていません。遅かれ早かれ、お花もロマンチックな夜も会話も全部が全部マンネリ化していきます。それは2人の間の愛が恋人間のスリルあふれるものから落ち着いた家族愛へと変わっていくから。また既婚者の状況も付き合い始めたカップルのそれとは大きく違います。持ち家のことだったり、ローンのことだったり、子供のことだったり、ロマンチックなデートや特別なイベントはこれらの生活の合間を縫って行う必要も出てきます。心理学者によると、これはごくごく普通なこと。家族生活というのはスケジュール通りに仕事をこなしていくことそのものなんですからね。結婚生活に関する著書の共著者ゲイル・プリンス氏は、夫婦のロマンチックなデートなどは事前計画をするようにとしています。夫婦生活の素敵な刺激になるはずです。 9. 悪友。結婚は親戚を増やすだけでなく、パートナーの友人関係すべてを巻き込むもの。新婚生活では家族生活と友人関係のバランスを取ることが難しかったり、パートナーに悪影響を与えるいわゆる悪友が気になったり、パートナーの友達のことが気に入らなかったりと、いろいろなことが起こります。これは結構難しいことかもしれませんが、パートナーがあなた以外の親友を持つことに対して、あなた自身が寛容になってパートナーの取り合いをしないことが解決のポイントです。社会学者のジェフリー・グリーフ博士は、結婚後の夫婦にも友人は必要だとしています。これは夫婦の共通の友人だけでなく、幼馴染や職場仲間といった友人を含みます。
パートナーの友人が気に入らないからといってその人物をけなしたりすることは厳禁。非難したいことがあったらその行動を非難するべきです。またできるだけおおらかな気持ちでその人とあなた自身が仲良くなれるように努力することも大切です。結局第一印象というものは間違っていることも多いですからね。パートナーにも友人関係を楽しんでもらい、あなた自身も友人を持つようにしましょう。10、睡眠リズムの違い。70年代に研究者が見つけたのが体内時計、つまり一部の人は昼型で、そうでない人は夜型だということ。そんな対照的な2人が結婚したらどうなるんでしょうね。これが結構な不便を引き起こします。でも心配するほどのことではありません。2人で妥協することができれば何も問題はなし。片方は日中活動的で、もう片方は夜中に活動的。このリズムのギャップをうまく利用することもできます。パートナーが眠っている間に家事を済ませたり趣味に没頭したりすることができます。実験心理学と睡眠研究者であるフレデリック・ブラウン博士とシンシア・ラジャンベ博士夫妻はこの方法を自分たち自身で試し、それを周りに勧めているそうですよ。11、家事負担の不公平。平等が叫ばれる21世紀の現代社会、それでもジェンダーステレオタイプはまだまだ健在。家事を行うのがどちらかという問題は根強く残っています。家の管理は女性の仕事、これはフルタイムの仕事を持っていたとしても、そして男性は家へと金を持ち帰ってくるものだ。もちろんこれは時代遅れで非効率的な考え方、そしてこれが対立や無理な期待を作り上げてしまうんです。当然家事を最も効率の良い形に分担するのが良いでしょう。妻が残業するのであれば食事の用意を夫がすればいいんです。夫が今日料理当番だったのであれば妻は食器を洗えばいい。そうして助け合えば何の問題も起こりません。簡単でしょ。またお金の余裕があるのであれば文明の利器に頼ることもお忘れなく。食洗機にルンバがその負担を軽減してくれるはずです。公共料金の支払いも引き落としにすれば次に振り込むのはどっちの番だったかなんてことで喧嘩しなくて済むようになります。12、些細なことでの喧嘩。だいたいこう始まるんです。結婚生活では相手のちょっとした癖も可愛く思えたもの、それが数ヶ月も一緒に顔を突き合わせているとなんだかイライラしてくることに。物の食べ方や歩き方、歯の磨き方、ドアの閉め方、こんな些細なことがとんでもない夫婦喧嘩の引き金になることだってしばしば。家庭が戦場と化してしまったのであれば、そろそろ大切なことを思い出す時かもしれません。相手を自分好みにすっかり変えてしまうことなんてできません。相手の食べる量が気になるのであれば、またそんなに多く食べてなんて責めてる暇があったら、相手の健康が心配だって伝えてあげればいいんですよ。寛容と尊敬こそ夫婦生活の柱、喧嘩と無縁でいられる秘訣です。13、他の異性に目が行く。パートナーと外を歩いているとなんだかいろいろ目移りしているような。この人もしかして浮気者なんじゃ、それとも心配しすぎなだけ。この問題に対する答えは簡単ではありません。パートナーが他の異性を眺めていることに深く傷つく人もいれば、気にしないどころかそもそもそんなことをしていることに気づかない人だっています。結婚カウンセラーのカート・スミス博士は、彼の男性相談者の多くはこれは男の性で、妻を裏切ったり浮気をしようとしたりする意図は全くないと言っているとしています。それでもパートナーが異性をジロジロ見るのが嫌だという人は、自分だけで抱えずにパートナーに相談するようにしましょう。もちろん口論からの大喧嘩に発展することがないように。これもまた正直でオープンな会話こそが、喧嘩なんかよりずっと問題を正しく解決してくれるはずです。このリストに加えたい結婚生活の問題が他にもあるという方はいましたか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。